はい、みなさんこんばんは。今日プロ YouTuber のカツッパです。それでは、アドベントカレンダー2022鉄則演習毎日20分ぐらい解く。今日は24日目です。クリスマスイブですね。はい、昨日に引き続き、えー、C シリーズを爆速で解いていくという回になります。では、早速始めていきましょう。10問目から、用意スタート。 C10 はい、あ、ロンググリッドです。えー、縦に行、横 W 列のマス目があります。どの隣接する2マスも同じ色にならないようにマス目を赤、黄、緑、青の4色で塗る方法は何通りありますかということで、W は1以上10の18以下だそうです。はい。これは、えー、行列類上ですね。えー、と、DP がすぐ思いつきます。DPI っていうのは、まあ、DPI、I の JK。まあ、まあ、JK でも JK じゃなくてもいいんだけど、これは I コメが あアイコメガーか。うんあアイコメが、うん、アイコメが…いや、アイコメがはちょっとめんどくさいな。めんどくさくないんだけど。んまあ JKLM にしましょう。い、横幅 I で。横幅 I で。横幅が I で。はい。で、えっ、ー、と。 この4つが、えー、左上、左下、右上、右下の色を表していると。で、まあ、これって4色ずつしかないから、4の4乗で64ですか本当に4二百256だ。まあ、256通りしかないんで、まあ、この256通りというか、まあ、16通り ×16 通りなんですけどね、本当はね。はい。っていうのを考えましょうと。で、そしたら、まあ、解けますよねで。あとはこれ全通り試せばいいと。いうふうになります。で、これやるとき、 dpi なんとかから dpi プラス1なんとかへの遷移っていうのがまあそれなりに分かりやすいと。lm があったら次置けるものって言ったらまあ l 以外の3通り m 以外の3通りで,でただ同じのだけは置けないと。あ、それでいいのか。あ、それ,それでいいやん。だからまあなんか最初は 4, 4通りかける3通りで12通りの置き方があります。次はとりあえず3通りずつあるんですけど えっと、このどっちとも違う色を同時に置けますよね。だから、まあ、こっちが色1、色2だとしたら、色3、色3、三とか色4、四ができる。でも、色1、1、色2、二はできないから、次できないのは2通りです。だから次、次かける9-2の7通りあるわけですね。で、あとも7通りずつなので12、12かける7の n-1 乗というふうになりますね。n じゃない、w か。 はい。ということで、これをやっていきましょうなのかなえー、っと、12でしょ次84でしょ合ってるね。100はよくわかんないけど。で、えー、これは、なんだ、えー、何でわった余りですか、これ。あ、15になるですね。はい。まあ、ここら辺、Python は簡単なので、えー、っと、で、これ C10。py。で、w イコールイントのインプット。で、プリント、あ、で、モッドが10の9乗足す7ですね。 で、モッドがプリントパワーの、えー、ま二1けるパワーの 7w-1 モッド、パーセントモッド。これを出力すれば、OK です。Python 3c の10ッドットパイ。で、えー、まぁ、あ、2が84で、100が、このなんとかかんとか99、合ってますね。はい、c l i p ト g グでに c10 ドットパイを入れて、提出と。あ、ちょっと待って、pypy パイパイって、pypy パイパイダメだった気がする。pypy パイパイは行列類上、 あの、財産引数で対応してなかった気がするので、多分論外、ああ、よし、出た、嬉しい、じゃあいいです。さあ、あ、そこマイナスが対応してなかったのかなちょっとまあ、結局怪しいけど。はい、じゃあ11ひ、ごめんやります。イレクション。えー、今日プロ国では選挙が行われて N 校の党があって、相場目の党は AI 票を獲得、比例代表制に従って営議席を配分するとき、各党は何議席になりますかと。 で、ただし、比例代表制では以下の表のように、表数割る議席数の大きい方から議席を割り当てていきます。ドント方式と言います。懐かしいなぁ。なんか日本史とか、臨性でやった気がするわ。はい。というわけで、ドント方式側はわからんから、もう一回見るんですけど、まあ、A と終わったら、A 割る1、A 割る2、A 割る3、A 割る4、A 割る5ってバーンってやってて、B も C も全部やって、で、その全体の中で大きい方から、まあ K 個、稽古。 を取ってくればいいというふうになりますね。まあ、だから、えっ、ー、と、で、K が、K10 の9乗マジでえっ、ー、と、各党、あで、そっか、議席、あ、議席ですよね、えー。各党は何議席を獲得しますかか。あ、なるほど。えっ、ー、と、だから、これって、ボーダーとなる、 そう、ボーダーっならこれだよ。小数割る議席数のボーダーさえ分かれば、あとはまあ割り算適当にやってあげれば求まりますよね。で、しかも範囲はここって言ってるから、ここにして、あとは二分探索ですね。はい。で、えー、ボーダーとならこれと時点の,、えー、の相対誤差は10のマイナス6乗を超えるって言ってるから、まあ、あの、候補の幅が10のマイナス6乗以下になるまで続ければいいですと、ということで。 では、これどうやって作文をしたとあのー、保証したんでしょうね。まあ、なので、えっと、N と K もらって、マップのイントのインプットドットスプリット。で、えー、まあ、A をもらいます。リストのマップのイントのインプットドットスプリット。はい。で、ボーダーですね。表数割る磁石数のボーダーを、なんか、まあ、ボトムは1。で、えー、トップは10の9乗。というふうにしておきましょう。 で、えー、あとはこれをどんどんと縮めていきます。絶対1より大きくて10の9乗よりちっちゃいんだから、もうこの間に入るはずですね。で、あとはホワイト、ああ、で、ここは何回かやりましょう。10の、えっ、ー、となん、1回2分探索をするたびに値の範囲が半分になっていきますから、えっ、ー、と、まあ、10の9乗ってだいたい2の 30? ぐらいですよね、だから30回やると差が1ぐらいになってきます。でさらに十のマイナス6乗までいかないといけないから、まあ、さらにもう30回ぐらいやったら、60回ぐらい二、あのー、分探索進めると、まあ、絶対にもう間違いないでしょうみたいなところに誤差が来ます。ということで、ホワイル、4な,いーなーとかにレンジ60。はい。で、えっ、ー、と、ミドルはトップ足すボトムの、はい、今度は割る2で,いいです。普通の割る割る2じゃなくて、切り捨てない割るで大丈夫です。で、 えっと、if, count, mid. えっ、ー、と、この a の議席数を mid 以上の人採用という風にしたときに、この議席数が k 以上になるならば、えー、k 以上になるならばですね、えー、っと、表数割る議席数、ちょっと、まあ、どうしようかな。10の9乗だと、ちっちゃいほどたくさん取れるから、えー、と稽古以上取れたら、まあ、下ですね、ボトルと。なときはッ、え mid、ー、イコールボトム で、えー、まあそうじゃなければあ、トップイコールミドルですね。間違えた、えーと。上もボトムイコールミドルです。だから下がいけて、上が下がまあ傾向以上取れて、上がまあ全然取れないみたいなやつになってくるはずです。で、最後にプリントボトムすればいいんですが、プリントボトムするんだっけそうじゃないですね。えっ、ー、と、表数を出力したいので、for, ai, in, range, ちょまあ、まあ、for、これ順番に出力すればいいのかな。for, まあ、これ開業区切りでもいいでしょう。for, a, in, range, a, えっと、A 割るカウントじゃないミッドトムでいいのかなはい、えっ、ー、と、例えば、10の5乗って言ってて、ボーダーが2万だとして、2万じゃないけど、2万だとしたら、まあ、5入ると。で、2万1だとしたら、んと、4ですね。はい、だから普通に割り算すれば OK です。割り算して切りすオッ OK ですで。プリント A 割るボトムと。はーい。で、あとはこのカウントを作ればいいですね。 カウントは簡単で、デフカウント、ボーダー。おボーダーってどこだっけお、そう、わかんない。B にしましょう。英語わかんないの恥ずかしいんで。はい、B にしてあげて、r a in A、えっと、アンサーイコール0にして、アンサー、プラスイコール A、ワるワる B ってやってあげて、あリターンする OK です。出来上がり。あれ、ワるワる B って、ちょっとっ Python さん、はい、10ルるルる3.3とか言ったらどうなるの ああ、そうなる感じ。まあ、10割る ?3.3 はそう、そうですね。まあ、ああ、本当にしちゃおう。これで、これ,これでいいね。はい。まあ、大丈夫です。多分誤差とかはちょ。ちょっと気になるけどね。あのー、まあ、まあ、大丈夫だと思います。Python 3, C, 11.Py、はい。ダメだったらちょっと気をつ,気をつけるというか、もうちょっと気をか、もうちょっと気使った感じのコードを書きましょうで怒られた。ListObject cannot be, ああ、で、レンジじゃないですね。これ A の中身順番に見るだけなので、こうでいいです。上もそうなってますかね。 あ上を下がってますね。はい、5311。まあいいんじゃないですか。いいんだけど、イントにしてくださいよという気持ちがありますので。だってそうじゃん。アンス,アンスにはイント足してるじゃんって気がするな。どうしたんでしょうかね。えー、っと、あーわかった A。A が、あ、ボトムがイントじゃないからね。こうですね。はい、5311。いいんじゃないですか。はい、こちらは。はい、21。OK です。はい、クリック取ってい l で、c の 11.py。 これはまあ割と簡単めな、えー、二分探索でしたね。よろしくお願いします。ちょっと誤差怖いんでちゃんと見ましょう。で、ちなみに今9分ですね。なんかいつもと同じぐらいのペースになってきましたね。まあ昨日の問題が簡単だったっていうのもあるんでしょうね。前半の問題だったので。はい、できました。じゃあ次12問目です。太郎と太郎。太郎ザノベルライター。 えー、作家の太郎くんですね。N ページの小説を書きました。この小説には M 個のつながりがあり、愛個目のつながりは AI ページ目と BI ページ目です。伏線のこと今、彼は小説を稽古の章に分割しようとしています。同じ章に存在するつながりの個数を小説の良さとするとき、小説の良さは最大値はいくつですかと。うーん、まあ、なので、同じ、えー、まあ、たくさんこう、ね、抽象化すると、えー、線分が与えられて、 で、いくつかこう、の、こう何でしょう、ある、ある2点がこう、結ばれた区間があると。で、区間がなるべくまたがれないように、区間がなるべくその章の区切りをまたがないように、K 古区切りを作ってくださいってことですね。はい。で、この時の小説の良さはいくつですか ?k は、k が10。あち、少ないね。少ない問題ってめんどくさいんですよね。何でもできるから。で、n は ?288。なんで今や288ページあって。これもしかしてあれか鉄則ってそういう、 もうページ数なのかなちょっとわかんないけど。今手元にないんでわかんないですけど。で、M は ?M 個の中で50個。まあ、50個ながりがあって、J は10、K 小なり、こう N。うーん。まあ、ああのー、DP、DP しますと、りあえず。DP、I、J。えっと、i ページ目、まで。i ページ目、うん。まあ、i ページの手前で、 えー、J 証明が終わると。終わる時の、まあ、今のところの、今のところの、良さの、良さの最大値と。でてやると、まあ、i が288ぐらいあって、J ってのは、小の数だから、まあ、10個か。まあ11ぐらいになると思うんですけど。で、えー、あとは何 まあ、良さの数なので、これ dpi 足す kj とかやったら、これ,これは、まあ j、j、j 引く1と、まあ、これ逆の方がいいかな。あの、章とページの方がいいかもしれないけど、まあ、とにかくこういう風な繊維があって、j 引く1章目がどこ違うわ。えっと、j 足す1章目の人は、j 正目を の終わりを全探索して、で、その間の、えー、よさみの数みたいなのを適当に計算すれば、よさみっていうのは、ある幅が、を指定してあげれば、あの、決まるので、で、これが288の2乗通りかける50で求まるから、全探索あらかじめしとけば良いです。まあ、全探索するくらいなら、この時いちいちやればいいと思うけど、あ、そんなことないか。で、あ,あとはそれだけですかね。あ、というか、そう、そうじゃんね。えっと、 そう、そうですね。えっと10、10回ジャンプしていってねっていう問題ですよね。だから、ここまでで何回ジャンプしましたかっていうふうなを持てばいいから。まず28、282の2乗かける 10, 10, 10、違う違う、50、十うん五十五十ですね。50、五十か。五十ってことは100種類しかページないんですよね。もう100にできるけど、まあいいや。282の2乗かける50して、50回分の計算をして書く。 区間ここからこことここ、ここからここまでをページの、一章にすると、といくら儲かるよみたいなのを持っておいて、0からスタートして、n まで、こう、ちょうど10回ジャンプしていきたいから、dpij っていうのは、えー、マス i に、えー、j 回ジャンプしてきましたよの時の最大値みたいなのを持っておけば、OK ですね。はい、これやりましょう。i m a x の、はい、えー、と、c の12、ルット π。大丈夫かなこれ、 もう一問解きたいね。四問解きたいよ。n, m, k イコール、マップのイントのインプットドットスプリット。はい。で、えっ、ー、と、ーなんとかインレンジ、区間ですね。えっ、ー、と、え、まあ、えっと、ビート、ま、ま、区間セグメント。あこれ。これは、えっ、ー、と、タプルのイントのインプットドットスプリット。違う,違うマップのイントですね。マップのイントのインプットドットスプリット。 と、ーなんとかインレンジ N じゃなくて M ですね。DP テーブルじゃなくて、まずは距離を作っていきましょう。ディスタンスみたいなやつ。ディスタンス。これ、これ最初ゼロですね。あの、コスト低い方が嫌なので、最初ゼロかなんか突っ込んでおいてあげて。0、4、えー、なんとかインレンジ、まあ、N プラス1の、かけるのプラス一にしときましょうか。はい。あの、ロページ目 ?0 ページ目どうしようかな。あの、ページの番号なんですけど、あの、ページ自体じゃなくて、 そのスキーマに番号を付けたいので、ここ0、1、2、3、点々点6というふうにしましょうか。で、そうすると n、n まで必要ですね。はい。で、こうやっておいて、4i in range, まあ n プラス1、4j in range, まあこれは i から j に行くって話なんで、j は i 以降でいいです。i からスタート、まぁ、あ、i プラス1からスタートして n、n プラス1未満というふうにしてあげましょう。で、あとはこの間に入っているページの数を数えればいいので、 えっと、for, a, b, in, segment, と、えっと、if, a, b が入ってるかどうかですね。えっ、ー、と、例えば、この2から4っていうのは、1と4の間に入ってますから、えー、左 A の人があ、a、i が A 未満で、まあ、B は、あ、じゃ J は B 以上ならいいから、i が A 未満で、and a, J が B 以上。 ならば、ディスタンスカッコ i カッコ j プラスイコール1と。いうふうにしましょう。で、あとはテーブルつ DP テーブル作るだけですね。DP は最初、まあコストゼロです、みんな。かける。え、何ページ目まで行きましたっていうのと、えっ、ー、と、違う違う。何ページまで行きまし、たが、まあ、ここなんですよ。で、えー、ここは今何章目ですよ。だから、うーんーと、K。 k ですね。k 書いて、最後まで行ってほしい。まあ k、k プラス1か。うん、ま、あ、だから、本当のところは、インフィニティ、マイナスインフィニティ作っ、今度、込んどきたいんで、無理ないパターンがあるので、えー、インフィニティは、10の10乗とかにしといて、えー、マイナス2というふうにしておきましょう。で、DP 括弧ゼ0番目のページまで終わってます。そこで、えーと、0回、0章終わりました。これが、 唯一のゼロですね。ここからは順番に行くだけ。for i in range,、えー、range n プラスまあ1からスタートして n まで行きたいですね。で、for j in range, ここ小ですから、まあ、1スタートの k まで行ってください。で、dp 格好は、で、1個手前っていうのが欲しいから、for before, あ、どうしようかな。まあ、for, before in range, まあ、i までですから、0以上、まあ、i 未満。 で、えー、dp i _ j はの max dp i _ j もしくは dp i b4 ページでも j しつこ引くしょですよと。で、プラスディスタンスの、えー、b4 から i までですね。はい、これでいいでしょう。で、プリント dp の、えー、と n ページまで終わって継承までいってる。これですね。はい、出来上がり。 おおよかった。多分、もう一問できる。四問はやっときたいよね。一日に。だって明日しかないからね。三。はい。六。うわ、六じゃない。あ、コピーできてない。コピーできてないだけ。コピーして、六が出たら安心。もうこれ出しましょう。12ドパイです。もうパイパイで出せば特に心配はないけど、ちゃんとのちゃんと見ますよ。ちゃんと見ます。 ちゃんと見て、それぐらいの余裕があるからね。今の17分50秒ぐらいしかたってないから OK です。はい、行きましょう。13本目です。多分今日最後です。セレクト2。N 枚のカードがあり、それぞれ整数 A1 から N が書かれています。あいことなるカードを2枚選ぶ方法のうち、次の条件を満たすものはいくつありますか、えー、?2 枚のカードの積を10億7で割った余りが P になる。うーん、んなんかこれは、簡単じゃないはい。EMAX C の 13.py。 で、えっ、ー、と、n イコールイントのインプット n、n じゃないね、n と p 多分一緒にくれるね。はい、n と、n と p イコールマップのイントのインプット,ットスプリットして、で、a イコールリストのマップのイントのインプットドスプリットなんだけど、数数えたいから、カウントっていうのを作ってあげて、for a in a, カウント括弧、あデフォルトディクトリーにしたいがめんどくさいので、if a not in カウント、えっと、カウント括弧 a イコール0にして、カウント括弧 a プラスイコール1としてあげればいいでしょう。はい。 で、あとは、えっ、ー、と、for key in カウントしてあげて、個数、まあバ、バリューはこれで、個数がカウントカッコ、バリューですね。はい。で、えっ、ー、と、反対側がいくつあるかを見たいだけなので、ああ、デフォルトディクトにした方がいいとは限らない。まあいいや、反対側を取りましょう。反対側は、えーっとインバース、inverse, in まあ、カウンターパートですね。カウンターパートは、えー えっと、パウの、うん、えー、っと、p かける p かけるこのバリューのマイナス1乗ですね。モードではったまの。モードは10の9乗達すのですね。はい。これちょっと多分 Python じゃないと動かないと記憶してるので、Python で出すのを忘れないということにしておいて、さらにパーセンをもっとしてあげれば OK。で、ifc じゃないバリュー u e not equal カウンターパートなら、パートマ a ク えっと、カウンター、まあ、てまず、カウン、if カウンターパート、not in バリューで、not i カウントだったら、コンティニューですよ。で、そうじゃなかったら、あるんで、まあ、か、えー、っと、違うならば、アンスプラスイコール c かける、カウンターパートですかね。はい。で、えー、の、か、個数だから、個数なんで、カウンカ、カウンターパートですね。はい。ダンスないから、マンスゼロにしときましょう。はい。 で、えー、一方で一緒だった場合ですね。if <music> バルイコールイコールカウンターパートだった場合は、a n <music> スプラスイコール c かけるカウント、まあ、c かける c 引く1ですね。この場合は。ね、で、最後にではゃあ与えましょう。これどうかです。プリントアンサーさん。あの、というのも、えー、両方2回数えてますね。こっちも2回、えー、こっちはあの c の時とカウンターパートの時で1回。 え、両方一回ずつ数えてるから二回数えられちゃって、同じペアが。で、この、えー、自分、P の、まあ、P の平方上位みたいなやつが出てきた場合には、えっ、ー、と、自分と同じやつを二回数えることになるように、ここでは I で割るにはしないんですね。こうしちゃオッ OK です。まあ、だから、あの、順序を気にするようなペアを取ったと思えばいいんですね。これでどうだッ OK。はい。おぉ、なんでなんでですかこれは4、1。 書かれている整数が同じであっても、選んだカードの組が、これはに相異なるカード2枚ですよね。はいはい。順序は気にしないはず。だけど、なんかうまくいってない、モッドが違う。10の9乗足す7になっていてください。p が違うのかな ?p is what?p。p、p はちゃんと10の9乗割る7の、あれ、あの、まあ、相手になってますよね。p0 ですかもしかして。そんな場かなえー、っと、そうそう、えー、っと。あ、a0。 A0 になるんだ。A0 やめてほしいな。えっと、A0、a ロか。A0 やめて本当に。うん、A、ゼ0の時は一旦無視したいんですけど、P も0だった時だけあれなんで、ちょっとめんどくさいですね。If、IfP イコールイコール0、えー、っと、カウントは先にやっちゃってよくて、IfP イコールイコール0、If カウントが0、イコール、んと、カウント、あ、ま、0イン。 ゼロインカウントだったら、えっと、アンスイコールゼロって、だからゼロ同士とゼロとそれ以外があるから、あと、アンスイコール、まあアンスイコール、まあいいか、アンス作ってあげて、アンスイコールまず n 引くカウントゼロかけるカウントゼロっていうのがありますね。はい。と、あとプラス、えっと、カウント括弧ゼロかける、カウント括弧ゼロ引く一割る二っていうのがあると。 はい。で、これで OK。プリントアンス。レイそうじゃなければもうゼよ用な日なので、if value, value イコールゼロ c o n これで OK です。もう何も怖くないです。はい。で、それは置いといて、これはなんであ間違ってるすかね。えっ、ー、と、あれ。おうはい。すいませんね。ちょっとミスっちゃった。今焦ってますね。明らかにね。えっ、ー、と、答え合ってないもんね。 こちらの場合はこれもダメですね。んと。あはいはい。まず、えー、っと、カウントの、A の値がめちゃくちゃでっかいのがめんどくさくて、A は A、A% イコール元ですね。元の人。元の人ちょっと上に来て、とーっと。多分えぶ、ー、ん、二つ目ミスってたらもうそれのせいですよね。二つ目の人。全部1ですからね。おー、o k 6です。いいですね。4、4、2ですね。これね。 これはあ1個あるよということで大丈夫。こちら0がたくさんあって気をつけてくださいなんだけど35で OK です。ということでシーン13ドットパイじゃなくて14ドッドットパイか。提出して終わりにしましょう。こちら Python にするのを忘れないと先ほど言いましたのでちゃんと忘れない。さあどうでしょうか。 はい。えー、よろしくお願いします。う、えーっと、ああ、良さそうですね。はい。ちゃんと終わりそうです。ありがとうございました。はい。というわけで今日はここまでです。明日がクリスマス当日なのかななんか世間はクリスマスイブに浮かれますよね。まあい,いや、明日クリスマスなので、明日までがとりあえず正当なアドベントカレンダーです。明日5問とかないといけないのかな ?14、15、16、17、18、19、あ、6問。うん。 頑張りましょう。まあ、明日は時間過ぎてもや,やり続けますわ。というわけで、まあ、とりあえず19問目までやります。20問目は、あの、あれなんですよ。キルスティックなのでやりません。ということで、明日をお楽しみに。